悠仁様の進路。天皇皇后両陛下の長女、愛子様が2024年3月20日に、学習院大学をご卒業されました。愛子様が学習院に通われる最後の皇族となり、皇族方が学習院に進まれる見通しは今のところありません。そんな中、来年4月の大学入学に向けて秋篠宮家の長男、悠仁様の進路に視線が集まっています。今回は悠仁様の進路について深掘りしていきたいと思います。皇室の、学習院離れ。秋篠宮家の長女、眞子さんが学習院女子高等科から国際基督教大学 ICU に進学されたのを機に、加速していったのが皇室の学習院離れです。次女、佳子様も学習院大学入学後、眞子さんと同じ ICU に編入しています。長男の悠仁様は幼稚園から中学校までお茶の水女子大附属で学ばれ、高校からは筑波大学附属高校に進学され、この4月で3年生になられます。秋篠宮家ご夫妻は出身校である学習院を遠ざけた理由は様々に語られていますが、これまでの慣習にとらわれない教育を受けさせたいという意向があってのことと言われています。もし眞子さんが学習院に進学されていたら、今の米国での結婚生活はなかったはずなので、ご本人からすると結果オーライということになるでしょう。しかし、小室圭さんとの婚約後に結婚が延期になってしまった事態で、世間が皇室を見る目を変えてしまったのは否定できません。宮内庁としては今後、同じような事態が悠仁様の大学進学で起こるのは是が非でも避けたいところだと思われます。ただ、学習院に進学しない選択をした皇族は、実は眞子さんが初めではありません。最初に学習院を離れ進学をされたのは高円宮家の長女、継子女王。継子女王は学習院女子高等科を卒業後、学習院女子大に進みますが退学。エディンバラ大学に留学した後、2008平成20年に早稲田大学国際教養学部に1年生として入学します。戦後生まれの皇族で、留学以外で学習院以外の大学へ進んだ初めてのケースでした。2009平成21年には高円宮家の三女、綾子女王。森谷綾子さんが城西国際大福祉総合学部に入学。2010平成22年には眞子さんが ICU に、悠仁様がお茶の水女子大学附属幼稚園にそれぞれ入られました。継子様、綾子さんの他校進学が多少なりとも影響した可能性はありそうです。学習院は1884明治17年に宮内省所轄の官立学校となり、1926大正15年甲府の皇族修学令で、皇族は原則として学習院で学ぶことが定められました。戦後にこの修学令は廃止され、学習院は私立学校となりますが、引き続き、ほぼすべての皇族方が、幼稚園などから学習院のお世話になってきた慣習がありました。それでも他校に進まれるケースが増えてきたのは、学習院で学べる内容が、必ずしも時代のニーズに合わなくなってきたことが推測されます。これは一般の生徒学生にとっても同じことが言えるのかもしれません。2010平成22年当時の学習院大学は、文学部、法学部、経済学部、理学部の4学部で、久しく進学部を設置していませんでした。いわゆる伝統的な学部であり、医薬や芸術、福祉などの分野を学びたい生徒が、他大へ進学するケースは少なからずあったようです。一方で大学の側では、例えば2004平成16年に秋田県で国際教養大学が設立されるなど、地方でも英語で学べる国際関係の学部や大学の創設が相次いでいました。生徒たちの変わりゆくニーズに、学習院大学が追いついていたとは言いにくい状況だったかもしれません。読売新聞の記事は、継子様は、留学生が多く英語で授業が行われる学習環境を、綾子様は児童福祉のコースを望まれた。眞子様は、入学後の2年間は専攻を決めず幅広く一般教養を学べる大学として、国際キリスト教大を選ばれたと伝えています。合わせて当時の学習院長、旗野義雄氏の確かに時代のニーズに応えられなくなっているのかもしれない。学部を増設する必要性は感じているとの言葉を紹介しています。こうした経緯がきっかけの一つとなったのか、学習院大学に国際社会科学部が新設されたのは、読売新聞の記事が発表されてから6年後の2016平成28年4月のことでした。秋篠宮家はアンチ学習院志向？ただ、そうしたことを踏まえてもなお、秋篠宮家にはアンチ学習院の志向が強いように見えます。眞子さん、佳子様の大学からの ICU 進学だけではありません。
悠仁さまに至っては幼稚園からお茶の水女子大学附属で、高校で筑波大附属に進むなど、学習院には全く縁がありません。学習院が否定されたとプライドを傷つけられたような、寂しい思いを感じた OBOG も少なからずいたようです。悠仁さまはなぜ、学習院幼稚園にすら進まなかったのでしょうか。学習院幼稚園は明治時代、現在の学習院女子中高等科のルーツとなる華族女学校に男女共学で設置され、太平洋戦争中に保育を停止、戦後に一度廃止されました。復活は1963昭和38年、当時の広宮成人親王現在の天皇陛下を受け入れるためでした。満4歳の年次から入園する2年保育であり、則宮清子内親王黒田清子さんほか、複数の皇族が1年だけ別の幼稚園に通った後、学習院幼稚園に入園しています。一方、お茶の水女子大学附属幼稚園は、満3歳の年次から入園する3年保育です。これが悠仁さま入園の決め手になったと見られています。お茶の水女子大学附属幼稚園は、東京女子師範学校附属幼稚園として1876明治9年に開園した日本最古の幼稚園です。お茶の水女子大では母の紀子さまが、日本学術振興会の名誉特別研究員として健康と心理学をテーマに研究を続けています。また、同女子大では、子供のいる女性研究者を支えるため、附属幼稚園や小学校の特別入学制度を新設しました。その適用第1号が悠仁さまだったのです。ということは、母君紀子さまの影響が強いせいでしょうか。お茶の水女子大学附属幼稚園の教育水準は高く、学費は私学より安い。将来の天皇が学ぶ幼稚園としては申し分ないようにも見えます。学習院で、皇族として定められたコースを進むより、より一般社会との接点を増やした人間関係を培うべき、と秋篠宮家が考えたとしても不思議はありませんね。また、兄の天皇家の首都圏も頭の片隅にはあったかもしれません。2010平成22年には愛子様が学習院初等科を長期欠席、宮内庁と学習院が3月5日にそれぞれ、このことで会見するという異例の事態がありました。2010年3月6日付の朝日新聞記事によれば、宮内庁の野村和成東宮太夫当時が同級生の父母たちに問い合わせた結果、同じ2年の違うクラスの複数の男の子が、愛子様を含む他の児童に乱暴なことをしていることが分かったと説明しました。一方で学習院の東園元伊勢常務理事は、愛子様を特定のターゲットにした直接的な暴言や暴力は一切ない、報告を受けていないと説明しました。両者の見解はやや食い違っていました。これがいじめだったのか、どの程度のものだったのかはわかりませんが、親の立場からすれば心配なのは当然でしょう。現在の学習院は、戦前と異なり、皇族も一般生徒と同じ扱いです。学習院に入り、最初は物珍しく見えた皇族方のお姿も、次第に日常に溶け込んでいくというのが現状なのでしょう。当然、普通の学校で起きるようなことは起きてしまいます。ただ、見えないところで、教員や職員が受け入れに際し、宮内庁や皇宮警察、そして地元の警察署とも連携し、教育や警備などに細心の注意を払っています。過去、何代もの皇族方を受け入れてきた蓄積とノウハウは、他校にはないものです。そうした環境の整った学習院を秋篠宮家が、あえて選ばなかった理由は明確ではありません。秋篠宮ご夫妻も、その後のご一家も深い縁があり、学習院側も気を配ってきたはずです。一方、受け入れ体制のない学校が、その準備にかける負担も並大抵のことではないでしょう。そうした周囲を思んばかる気持ちは、秋篠宮家にどのくらいあったのでしょうか。秋篠宮夫妻はどうだった？ご結婚前の紀子様は、父の川島達彦さんが学習院大学経済学部教授だったことで、当時、目白の学習院校内にあった教職員宿舎に住み、ご成婚当時は 3LDK のプリンセスと謳われました。家賃は相場より格安、かつ教職員の子女が学習院に通う場合、学費は半額だったと聞きます。また川島氏の研究活動によると米、東欧では学習院を一旦休学。帰国後には、在籍して進学したのと同じ学年に戻れる制度があり、それを活用しました。なお、秋篠宮様当時は綾宮文仁親王に関しては、こんな都市伝説めいた話が学内では伝えられていました。殿下が学習院高等科から学習院大学に内部進学する際の成績の足切りラインが、その年だけ引き下げられたらしいというのです。
学習院では成績が悪ければ義務教育の中等科でもかつては留年があったなど、進級進学には厳格な規定があります。中2や中3を2回経験したり、高校から大学に進学するための点数が足りず、他大や専門学校に進んだりした生徒がいました。同じ部活の憧れの先輩が落第し同級生となり、戸惑った同級生もいたようです。佳子様は一旦、学習院大学の文学部教育学科に進みました。2013平成25年4月に新設されたこの学科は、小学校教員免許を取得することができるもので、佳子様は一期生として入学したのです。当然ですが一期生にはどの大学でも期待がかかり、志願倍率も高くなります。佳子様にも将来は、児童生徒の教育に携わっていただきたいという期待が、学習院及び秋篠宮家にもあったでしょう。しかし佳子様は2年生で中退し、ICU を受験して入り直しました。これについては眞子様の挑戦した、ICU の栄養入試に失敗され、やむなく一旦学習院大学に進んだものの、諦めきれなかったそうですという証言が、学習院 OG の間から出ています。万全の体制で迎え入れた結果、袖にされたのでは、学習院も立つ瀬がありません。学習院大学に進まず、浪人してチャレンジすることはできなかったか、とも感じますが、なぜそのようにされたのでしょうね。秋篠宮家の姿勢には天皇家に対する複雑な思いがあるのではとの指摘が、学習院 OB OG の間には根強くあります。天皇陛下は、在学中から学習院のオーケストラに所属し、卒業後も演奏会に出演するなど熱心に学習院との交流を続けておられます。学内でお見かけするご様子はいつも落ち着いておられる印象でした。一方秋篠宮様の印象は、よく伝えられる通り、やんちゃな次男坊といったところでしょうか。大学では自然文化研究会というサークルを主催、自ら勧誘されたとされる。川島紀子さん、後の紀子様をはじめとする語学友と一緒に行動されていました。優等生的な天皇陛下に対し、次男として何らかの劣等感や辛さ、居心地の悪さを感じておられたのではないか、と見る OB もあります。将来を見据えて育てられた長男と、比較的、自由に育てられた次男といった違いはあったのかもしれません。そんな事情を含めてのお二人の違いを、ある学習院 OB は公表していました。学内の運動会などで、誘導されなくても貴賓席に進んで座るのが秋篠宮殿下。率先して一般席に座ろうとし、周囲を慌てさせてしまうのが天皇陛下。この天皇陛下のために、運動会当日に早朝から一般席を確保する役目を仰せつかった父兄がいました。その気遣いを察知した陛下はその後、貴賓席に座るようになったそうです。皇族の気苦労は私たちには計り知れないものがあります。皇嗣家となった秋篠宮家と天皇家の微妙な関係。一方で悠仁様の誕生で、皇嗣家となった秋篠宮家には、天皇家に対する微妙なライバル意識のような思いを持たざるを得なくなった側面もあるのかもしれません。悠仁様を学習院ではなく、お茶の水女子大附属に幼稚園から進学させたのは、保育年数の違いというより、ゆくゆくは学習院よりハイレベルの学校に進ませたいという思いがあったとしても不思議ではありません。紀子様の教育熱心さを、ある官僚は、消息筋の話として、何とかして悠仁様を東大に推薦で入学させたいと、いろんな制度を調べておられると聞くと打ち明けます。紀子様はバリバリのキャリアウーマンだった雅子様にライバル意識を持っているとも言われていますので、悠仁様の学歴でも張り合いたいのかもしれません。悠仁様が望む進路は？ここまでは秋篠宮家の方の進学や考えについて見てきましたが、当事者である悠仁様はどのように考えていらっしゃるのでしょうか。実は新学期直前の3月29日、宮内庁が秋篠宮家の長男、悠仁様の高校卒業後の進路について公表しました。今年、筑波大学附属高校3年に進級される悠仁様は、昆虫や動植物などの生態やその生息環境など、自然史について学べる大学を希望されているとのこと。具体的な志望校については明かされていませんが、悠仁様の進学先への注目度は非常に高いです。これまで候補として挙げられてきたのは、母紀子様が嘱望されていると言われる東京大学のほか、悠仁様が通う高校の母体である筑波大学、花菌類の研究で博士号を取得されている秋篠宮様が客員教授、紀子様の弟、川島船氏が准教授を務めている東京農業大学などです。ただ、ここに来て新たな大学の名前も挙がっているようです。2024年4月18日発売の女性セブンによると、
日本昆虫学の祖と言われる人物が立ち上げた昆虫体系学研究室があり、100年以上の歴史があることなどから、北海道大学を悠仁様の学びに最適な大学として報じています。悠仁様は幼少の頃から動植物に親しみ、トンボの研究に熱心であることで知られています。昨年11月には、国立科学博物館の学術出版物に発表した論文赤坂御用地のトンボ賞の筆頭執筆者として名前が掲載されました。いずれの大学に進学するにしても、この論文が有利に働くと見られています。昆虫や動植物の生態などを学ぶのに、前述の北大が最適な環境というのは頷けます。しかし、現実的には通学や警備の面のほか、将来皇位を継承するにあたって必要とされる心構えや生きる姿勢など、帝王学を身につける必要があることから、東京に留まる可能性が高いとも考えられます。さらに東大は給付される運営交付金などの予算がダントツで、研究施設など教育環境の充実度が突出しているといいます。悠仁様が東大に進学される場合、農学部で環境生物学、応用生物学などを専攻されるのではと見られています。それでも進学するのは他ならぬ悠仁様自身。紀子様が悠仁様を初の東大卒天皇としたいお考えであっても、本人が学びたいものを学ばせてあげるのも親の務めではないでしょうか。どの大学に進学するのかはまだ明確ではありませんが、親離れの時期でもある今だからこそ、北の共鳴門である北海道大学への進学もいいかもしれませんね。昔からのしがらみに縛られず、悠仁様自身で将来を切り開いてもらいたいものです。